どうもこんにちは、ドッグトレーナーしょうごです。はい、今日はですね、うちのルナちゃんについてね、ちょっと話をしていきたいと思うんですけども、ルナちゃん今ね16歳で、今ももちろんね元気でおります。ルナちゃんに最近ねいろんなことが見えてきたんで、そこのね共有をねしていこうと思います。分かりやすく一言で言ってしまうと、ちょっとうちのルナちゃん認知症が入ってきたかなっていうところがあって、多分もともと入ってはいたんですよね。いろいろ目も見えなくなってきたりとか、やっぱり耳も遠くなったりしてるからしょうがないのかなとは思っていて、ただね今認知症に入ってきたなってなんで認識するかっていうと、ご飯をいくらでも食べる、ご飯食べた後にまたご飯食べるみたいな感じのことも出てきてしまって、食欲が全くないっていうよりはね全然いいとは思うんですよね。ただ今は本当にいろいろ食べたがるっていうか、人間でいうところの、ご飯食べた後にねご飯まだじゃないけど、そういう状況に入ってきたのかなって思っていて、幸いにして痛みだったりとかそういうものはね今のところもしかしたら感じてるちょっとしたものあるかもしれないけども、目で見ててっていうのはそんなに大きくは見受けられないかなと思っていて。でまず一番最初にですね、14歳半の時に甲状腺機能の病気にかかってしまい、その治療中に腎不全が発覚し現在に至るっていう形なんですけども、もう最後はやっぱりどこまで自由に寄り添ってあげられるかなっていう部分って非常に大きいんじゃないかなと思っていて、ワンちゃんたちもね年齢を重ねていくごとにいろんな変化が出てきます。その時に最後が近づいてきてるなっていうのをかみしめながら一緒にいる瞬間っていうのって、例えばもともとすごい甘えてこないで人から距離を取る子だったのに急にちょっと人との時間を求めてくるみたいな、うちのルナちゃんもあるんですよ。他にも中には飼い主さんに対してもうなったり噛んだりしちゃうワンちゃんが最後の最後は抱っこしたりとか一緒にいたりとか、そういう時間が増えていくよみたいなこともねあったりするんじゃないかなと思いますので、本当にね年を取った後の一番最後っていうのは、お互いのこれまでどう付き合ってきたかを徐々にいろんなことをね集計していっていく段階に入ってくるんじゃないかなと思っていて、今まさしくねルナちゃんともなんかそういうこともあったね、ああいうこともあったねっていうことをお互いに確認しながら、またねルナちゃんもねいろんなことを振り返って感じてることも多いんじゃないかなって思っております。時々ね足腰弱ってるんだけど急にねちょっとだけだけど走ったりとか、そういうの見せる時もあるんですよね。なので本人の中で何か感じてたりするのかなっていうのを私もね見ながら、またね今ねある程度高齢で耳も遠くて目も見えなくなってきちゃいましたって話をしたんですけども、実はねお散歩には楽しそうに行ったりとか、そういった姿もね見れますので、本当にね最後の最後、今どこまでねワンちゃんと一緒に寄り添っていけるかなっていうところで、私もルナちゃんを見ながらね昔はこんなことができたのにできなくなったり、逆に昔やらなかったことを今になってやるようになってきたみたいなこともね出てきます。ワンちゃんたちの行動って非常に興味深いなと思いながら、また最後の瞬間を今ね一緒に噛み締めてねお互いに実感してる瞬間なんじゃないかなって思っております。なのでねもう老犬の子たちもやっぱり年を取ってくると、例えばね今うちの子もお散歩行ってますよって言ったんですけども、やっぱりある程度健康のためには歩いたりとか運動するっていうこともワンちゃんたちのボケの防止にもつながるんじゃないかなと思っていて、うちも幸いなのがねご飯食べたのは忘れてんのかなって思う時もあるんだけども、ただね一晩中吠えちゃったりとか深夜徘徊うろうろしてるとかそういうのはないので、そこは非常にありがたいんじゃないかなと思っております。やっぱりねワンちゃんたちもほとんどね年取った時どうしたらいいのって言ったら、やっぱり何事も億劫にはなってはいくんだけども、人間の介護と似たようなところってあるのかなと思っていて、なるべくなら外にちょっと連れ出してあげたりとか、なんなら歩けなくてもねカートに乗せて外の空気吸わせてあげるとか、何かそういう刺激を加えてあげるっていうことは非常に大事になってくるんじゃないかなと思いまして、うちの子もねそういうところで言うと一部認知症入ったかなって思いながらも、かなりそこの度合いの進み方っていうのは緩やかだなと思っていて、良くも悪くも多分私たちがワンちゃんと一緒に接している環境っていうのが刺激が多いからっていうのが原因の一つとして考えられるんじゃないかなと思っております。年取ってくるとワンちゃんたちが何か従っててもついつい私たちの方で辛いんじゃないって控えさせるみたいなところが出てきちゃうこともあるんじゃないかなと思うんですけども、最後の瞬間ねお互いに後悔しないようにね付き合っていくのが非常に大事なんじゃないかなと思いますので、うちの子どんなこと考えてるのかなっていうのを今一度観察しながらよく見てみてください。はい、というわけでね最後の瞬間に近づいていくなっていうのは肌で感じております。でもなぜか私もルナちゃんも非常に穏やかで、こんな日常が続いたらいいなと思っております。ワンちゃんたちっていうのは十何年っていうのは、やっぱりここで私もね非常に感じるのがそんなに長い時間じゃないんじゃないかなと思いますので、ワンちゃんと一緒にいる時間大切にしてみてはいかがでしょうか。